はい始まりました。陶芸工亀の屋の早でございます。このネット上の屋台にふらっと立ち寄ってくださった方、またいつも来てくださる皆様、本当にありがとうございます。本日は北極熊を作っていく様子をご覧いただきます。本動画の解説雑談のこうやって喋ってる音声はですね、副音声のようなものですので、どうぞお好きな音楽、 ポッドキャスト等とともにお楽しみくださいまず足を作り出していきます今日の北極熊グマはですねえー、静岡市立日本平動物園さんの公式ツイッターのツイートで流れてまいりました、えー、ロッシーくんが 午前中陸地でまったりしている様子、寝そべってる様子をですね、見ましてですね、映像を見ましたら、ちょっとくすぐられまして、作りたいと、発作的に思った結果、作っております。これがね、後ろ足をこう、う、ん ちょこんと投げ出して、えー、胸の部分で前足を組んだ状態で寝そべっているところなので、とても、それが、いや可愛らしくてですね。で、何か見上げてるんですよね。おそらくあの、北極熊の、その、お部屋というか、お家の部分が、 あのー、上から覗けるような形になっているようで、写真を撮っている飼育員の方かなが、えー、いる場所はちょっとその、ロッシー君よりも上にいるので見上げてるんですよね。それをちょっと作ってみています。えー、今から足を組ませようと思って、そうですね、こうやって組ませる前に足の 足がいじれなくなるので足のスキンケアをした状態で、えー、くっつけました最初にね4本足しっかり作ってからこうやってポー,ジポージングというかねポーズを作っていけるのが面白いですよねうんこの寝そべった状態をイメージしてひねり出していくととても難しいので 4本足を用意した後でこうやって曲げていく形でポーズを作っていきます寝そべってる形を目指して作っていくこともまあ不可能ではないんでしょうけどそんなああのハイレベルなことはできませんので、えー、4本足を用意したところからポーズを あとで形成していくと。で、えー、いじれなくなる胸元のあたりを、ね、いじっておいて、ね、組ませると。寝そべってる形に近づいてまいりました。ねじったことによって、えー、生まれるシワとかをですね、消しながら、こうやってね、 消しながら、他の部分に移っていきます。お腹裏とかもね、ひっくり返しても恥ずかしいようなことがないように、えー、いじっていきます。ここのね、ついてる肘とか、こうなってんじゃないかなーっていう推測のもと、作り、床に 寝そべらせてみて、設置させて、バランスを見たりとか、設置面がデコボコにならないようにやっていきます。このお尻のラインとか面白いですよね。なんかね、ポーズを取らせてみると、あ、こんな風に見えたなんていうのをいろんな角度から見てみるのも。 面白いところですこの脇のあたりを鳴らしてとやっていきますさて、えー、本日は、えー、やっとこさですね私、えー、もらい手さん探しのためのサイトをですね、えー、もう今まさに えー、なんですかね、えー。公開できるところぐらいまで、えー、編集を済ませたところでございまして、そこら辺周りの話をしようかなと思います。と言っていたら、ちょっと顔に映っていくので、少しだけ顔の話。はい、えー。耳のパーツがちょっとひねり出せないぐらい、えー、ちょっと顔がこう整っちゃったんで。 さて、ここからですね、粘土を足していきます。パーツが足りなくなってきたら、こうやってね、粘土をちょちょちょっと足して、それから、そのパーツをひねり出すという感じで、帳尻を合わせていきます。この後、耳をひねり出し、えー、目をくっつけ、鼻をつけっていうようなパートに移っていきます。 でですね。そう。じゃあ、いっぱいね、あの、あるんですよ。あのー、何があるって、サイトがね、えー、こう、購入者さんと、えー、買い手の方をですね、つなぐサイトっていっぱい調べてみたら、ございまして、えー、まずね、こうやって、 手で作ったもの、えー、ハンドメイドのもの、もろもろを売る。サイトで一番の大手であろうとされるところは、あのミンネってやつですね。えー、それから、ベースっていうのもありましたね。それから、何があったっけな。まあ、いろいろもろもろあるんですけど、えー、私が、 選んだのはですね、ブースってやつですね。BOOTH、えー、ブース3を選びましたうーん。いろいろね、えー、比べてみますと、手数料とか、えー、それからあの、選べる配送の形とか、いろいろあるんですけど、私が ね、こういうね、ものの選択をするときってやっぱり優先順位ですよね。優先順位つけると悩んでても迷ってても大体どうにか選択できるんですけど、今回のね、私の、うん、選ぶポイントは匿名性でした。うん。まあなんかね、ちょっとなんだろう。 仕事柄でもないけど、なんかこう、割と人の前に立つ仕事というかね、なので、うーん、こういう、こうやってね、ベラベラ喋ってる声を聞いたりとかすれば、あ、どこのドイツだって知ってるやつが聞けばですね、知ってるやつというかね、知ってる方が耳にすればですね、あ、あの人こんなんやってるんだっていうことになるのは、見え見えなんですけど、でも、あの、 これ、こここういうのやってますよねって言われても、何すかそれ、そういうことやってる人いるんすかって言って、しらばっくれるにはですね、え、ね、ていうかね、しらばっくれるつもりなんですけど、誰から何を言われても、<laughs> あのあ、似てる人いるんすね、みたいな、<laughs> 似てる声の人いるんですね、みたいな感じでしらばっくれる予定、まんまなんですけど、それをやるためにはですね、 えー、できるだけ、えー、実名の証拠が残ってはいけない。ということで、えー、送り主の名前がわ全くわからないようにできるシステムを持っているところを、えー、選ぶことにしました。ミンネとかはそういうのないですし、えー、それからメルカリはね、あるんですけど、でもちょっとメルカリはあまりにちょっと雑多すぎて、 雑多すぎるというのは何だろううーん、やっぱりあそこは作ったものを並べるというよりはね、あの中古ショップみたいなところがありますし、なんだかちょっとあんまりね、イメージが良くないんで、メルカリはちょっとね、お世話になることもまあまあありますけど、置いといて、えー、ブースさんを選びました。ブースさんにはですね、 えー、匿名性のシステムがちゃんと存在してますので、いやいやね、あのー、ややお金はかかりますけれど、まあまあ、お金のかかり具合とかは、まあ、どうでもいいやっていうねあの、もらい手が見つかればっていう、この人たちのもらい手が見つかれば、別にそこはっていう考えなので、ブースさんを選ぶことにしました。 まあ、ちなみにですね、このブースさんは、えー、ピクシブってご存知でしょうかえー、あの、イラスト、イラストをいっぱい投稿するサイトですね。えー、漫画、アニメが大好きな方が食いつく、えー、お世話になる、えー、サイトなんですけど、そこが、あの、同人誌とかを、あの、実際に えー、オンラインでやり取りするのに便利な、えー、サイトとして一緒に運営しているものですね。まあね、ただ単に同人誌だけじゃなくてね、いろんなもの売ってるんですよ。面白いんですよね、覗いてみたらね。あの手芸作品はもちろんのこと、なんか自分で作ったものがね、本当にね、 あの二次創作だけにとどまらず創作物たちがねいっぱい並んでるんでまあもともとそういう意味でもお世話になっておりましたので使おうかなと思ってね、えー、使うことにいたしましたでもまだねまだ完璧じゃないしあの自分のね、えー 編集の、編集が終わらないんですよ。っていうかね、終わらせたくないっていう、この椎ごみの感じ。ほんと、誰か助けてですね。本当にね。なかなか進まないですね。毎週毎週やんなきゃ、つって、土日に入るたんびに、一生懸命いじってるんですけど、もう一息なんですけどね。あの、もう一息をやりたくないっていう。ね、やっぱりね、外に出るのは、ね。 あの社会に出るのはね、とても勇気のいることですよね。本当に。今ね、頑張ってます。絶賛頑張ってます。で作ってからね、また、この送ったりなんだりがあるから、それをね、どれだけ私が、っていうかまあ、あの、運よくいっぱいあの欲しいよって、 手を挙げてくれる方がですね、いっぱい現れると、一度にいっぱい現れると、あのー、それ全部、ね、まあそんなことはないと思うけど、もし万が一、わーって来た場合にですね、発送作業が私のこの処理能力の遅さで、もう2件重なっただけでも手一杯になる可能性があるので、そこが怖いですね、本当にね。 かといって1体ずつ出していくわけにもいくまい、いくまいね、いくまい、うん、いく前にと思っております。うん、なぜならいっぱいお家には、いっぱい彼らがいるからです。<laughs> 本当にいっぱいもうね、持って帰ってきたんですよね、お家にね。たまりにたまってます。多分ね、20体ぐらいはいるはくだらないっすね。30体ぐらいいるんじゃないだろうか。ね これをね、30個ページを作らなくちゃいけないと思うとね、ひーってなりますし、<laughs> とりあえずね、まあ3体ぐらい先に投稿しようかなと思ってます。さあ、鼻をつけていきます。鼻をキュキュキュッとパーツをつなぎ合わせていっているところです。上を向いているところなので、 なんかね、表情が、あの、印象的でしたので、この、まあ、同じ顔はさせられないかもしれませんが、とりあえず、顔は印象的に作りたいなと思いながら、この粘土をいじっているところですね。えー、ここから先、ちょっとね、フレームアウトすることがありますけれども、お見苦しいかもしれませんが、どうぞ、見ていってやってください。 さあ、私の勇気が試されているという話でしたっけね。そう。勇気が試されますよ。もしよろしかったらですね、えー、毎度毎度ここ定期的に覗いてくださっている方が、えー、おそらくですね、8人ぐらいはいるんですよ。チャンネル登録だけして、時々フラッと来てくださる方もいらっしゃって、本当にありがとうございます。 なんですけど、まあ大体8名ぐらいの方がですね、ここをしっかり、えー、毎度踏んでくださっている、えー、計算にな,なりまして、本当にね、ありがたいんですけど、なので、その8名の方の中でもね、最後まで見てる方ってあんまりいないんですけど、<laughs> ここら辺まで聞いてる方、えー、よろしかったらですね、えー、どこから飛んだらいいかなぁ。 YouTube のところにも、おうん、その、そっちのね、もらい手探しの屋台のアドレスも載けとこうかな、これから先は。と思うので、えー、概要欄から飛ぶか、または、えー、私の Twitter サイトから、Twitter のアカウントからですね、えー、動物アカウントの方から覗いていただいて、そこにね、 えこういうの今載せましたっていうのを逐一載せたら打っていこうかと思うのでそこまで飛んでいただいてえお店覗いてやってくださいえそちらの屋台もどうぞえご利用くださいよろしかったらこうやってね作っている動画にあげなかった人たちとかもねちょろちょろっと出ていきますので どうぞご覧ください。と言ってるうちに目を作っていきます。あそうだ、そうだ、そうだ、そう。えー、ちょうどね、今あの、見てくださってる方の話をしたので、実はですね、えー、昨日あたりに達成されましたチャンネル登録者数、えー、なんと20名、20名 ありがとうございます。20名を突破いたしました。ちょうど今20名とか言ってるときに、えー、登録を外して19、18とか言って下がることもまあないわけじゃないんですけど、本当にね、ありがたい。えー、10名を突破したところで、えー、個人的な、えー、お祝いを喋ったりとかしましたけど、えー、もう20名もお祝いです。すごく嬉しい。 皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。そして登録してない方も本当にありがとうございます。嬉しく思っております。総括したいんですけど、えー、結構ね、えー、もらい手さん探しの、えー、サイトの話で時間を使いましたので、次の回とかにゆっくり話そうかなと思いますが、 ちょっとね、覗いてみますあの、どんな具合になってるか、またね、どういうアクセスがあったかっていう話がいろいろ載ってますんで、それをチャンネルのね、えー、分析サイトの方を覗いたりとかすればね、いろいろな話ができますので、やっぱりそれは今度にしようかな。 さて、だいたいの形が整えまして最後の肌荒れとかを直して、えー、完成に向かっていきますさあ完成ですねはいこんな具合になりましたはい北極熊のロッシーくんをモデルに作りました えー、北極馬ですなかなか <laughs> 後ろ姿がなんか面白いですねこの感じいいな、ね、そやっぱり寝そべるのは色い々ろいろ作っていくといいかもしれないですねはいそれではここまでご視聴いただき誠にありがとうございましたいい感じだったなともし思っていただけましたら画面内右下の犬マークからチャンネル登録グッドマーク等を押していただけると嬉しいです またどうぞ、屋台、陶芸在庫、亀の屋、のきに来てやってください。もらい手さんの、探そうだね。屋台もよろしくお願いします。ん、ではでは。